はい、こんにちは、タクリです。今日ですね、いよいよ 2B に、元キンプリの平野さんと神宮寺さんが合流したということで、まあ、すごい大きな反響になってますんで、ちょっとヤフーに記事をまとめてみました。キンプリはね、本当まあ、ちょっと、僕は世代的にどっちかというとこう、スマップの解散が非常に印象的だった人間ですけど、まあ、本当にやっぱりキンプリの多分、 このメンバー対象が結構やっぱそのジャニーズ問題をこう明るみに出す上でも重要な役割を果たしていたという感じがあるんで、こう時代がね、本当変わろうとしてる感じがあるんですけれども、すごいですね、ほ、まあ、本当に象徴的な歴史に残る出来事になってると思いますけど、 平野さんと神宮寺さんの合流が発表された YouTube ライブはですね、同時視聴者数がピークで102万人だったみたいですね、結構まあ短めのライブだったんですけど、興味深いのは、あのその開催の前に、滝沢さんがスクショ OK って明言されてたらしいんですよね。 ティックトックライブをやって、スクショは何でも大丈夫です。こちらが YouTube とかそういうので発信しているものは全て OK ですとおっしゃっていたと。これが記事にもなっていますし、実際に生配信の最中もスクショタイムっていう感じで、こう、三宅さんも入ってきてみんなでサービスチャットを提供するっていう。前回の、えっと、三宅さんの YouTube ライブの時は多分そういうくだりが一切なかったんですよね。だからちょっともったいないなと思って、僕も今後ポリシーどうするのかなと思ってみたいなんですけど、今回も明確に明言されて少しはタイムもありで、まあファンも恐るは恐るの方もいたみたいですけど、もう3人がね、もうサービスショット一緒にやってるから、まあ、キャプチャーし、それをツイートした結果、そのピークのツイート数も3万5000みたいな、まあ、当然ツイッタートレンド1位になるみたいな。 102万人ですかね。同時視聴者数な何といっても。これは多分そのツイートが貢献してさらに集まったっていうこと。僕がパッと最初に見たとき80万ぐらいで、その後どんどん増えてったみたいな感じで、やっぱりこのツイートが効いたんだと思いますけど、YouTube の設定も、三宅さんのライブは、なんかねエンベ、外部サイトエンベット禁止みたいな設定になってたんですよね。だから多分その辺のポリシーがちょっと、多分最初はスタッフ側が、 ジャニーズ的な厳しいポリシーで設定してたのを、今回はもうその竹沢さんがちゃんと明確に YouTube、スクショ OK っていう。これ言っていただけるとね、あの記事を書く側も書きやすくなるんですよね。ちょっと今まで僕もジャニーズ事務所のアーティストの記事はいくつか書いてるんですけどね、写真使うとき正直ドキドキしながらその、最近はね、あのジャニーズもあのメディアの記事は許容してるとは聞いているものの、何しろその、 インターネット1.0の頃にはもう、ジャニーズの写真あげようもんなら弁護士から手紙が来るよっていうのが、ブローガーの会議会でも非常に有名な話だったので、こうやってね、やっぱり OK の範囲を明言していただける本当にありがたいんですよね。だから当然ファンも力入りますよね、応援にね。すごい印象的なのが、インスタのフォロワー数が伸びがえぐいんですよね。平野さんのフォロワー数多分もう今300万超えてんじゃないかな。 金プリの公式アカウントが234万の話ですかね、インスタ。なぜ5人のグループよりも個人の方が多くなるのかって話なんですけど、やっぱりここがポイントだと思うんですよね、SNS。やっぱり従来はやっぱりスタッフが運営している公式アカウントであって、やっぱり今回平野さんが、まあ、なんかストーリーズとかですげえ質問の神対応をしているらしいですけど、やっぱり平野さん、個人とコミュニケーションできるのであるっていうのがやっぱりファンのモチベーションを上げ、 大勢の人が多分インスタアカウントを作ってフォローをするって。だからなかなかグループのアカウントよりも個人のアカウントの方がフォロワーが増えるのであるっていう、ここがね、やっぱすごいポイントですね。で、個人的に注目しているのがこの辺の 2B が、まあ、キャプチャーオーケー、アーティストのこう写真をツイッターとかインスタに上げるっていうのをある程度許容したっていうのは、まあ、日本のこのアイドルのまあ推し活的なもの、 SNS 活用に大きな影響を与えそうだなっていうのちょっと期待を兼ねて記事を書いた感じです。まあ、私は SNS 側の人間な当然、あの、ジャニーズにも SNS 使ってほしいっていうのをずっと書いてきた側の人間なんですけど、まあ、僕はあの、s k y ハ h i さん、BMSG いなので、やっぱその s k y ハ h i さんが、そのアーティストの写真共有とかを、まあ、K-POP 同様に、あの、 まあファンが応援のに使うんだったらどんどんやってくださいっていうのを書いたのに非常に感銘を受けた人間ですけれどもこれをやっぱり 2B 元ジャニーズのメンバーが OK ってやっぱインパクトでかいですよね今までダメだった人たちが OK だっていうもうツイッター上のこの平野さんと神宮寺さんの写真の数はすごいですからね今までやっぱりダメだったのが 明確に、OK まあ、ダメグレーゾーンだったのがまあ明確に OK なったんで、応援しがいがありますよね、ファンの方々からしても。で、まあ、ちょっと個人的な希望的観測で書いたのは、やっぱりちょっと今、元キンプリのファンの方々も複雑な状況にあると思うんですよね。その残っている2人と、まあ、すでに 2B に合流した2人と、まあ、これからどうするかまだはっきりしていない岸さんとっていう感じで、誰を応援するかによって、 ね、やっぱりそのスタンスが違って、ちょっとハレーションが起こってるのも見られるんですけど、会社の転職と考えれば、こういうことはあることですから、従来だともう本当は裏切り者の扱いでもお互い口聞かないとか、なんかもうその出演 NG、一緒に出演 NG みたいなのありましたけど、その辺がね、やっぱりこういうのをきっかけに変わっていかなきゃいけないと思うんですよね、特にジャニーズ事務所の本当に性加害問題で、今、ジャニーズも。 言れてますからもう変わらなくちゃいけないのも明確なので。で、そのね、変わる兆しが実はもう見えてるんですよね。僕、結構びっくりしたのは、平野さんが5月22日とかにジャニーズを退所しているにもかかわらず、6月中、ファブリーズのテレビコマーシャル流れてましたよね。あれ、多分以前だったらありえないと思うんですけど、しかも今回、2B、ま、に、あ、ある意味移籍したのに、まだ YouTube の動画上がって、 ままんまなんなですよこれ、たぶん従来のジャニーズの契約だとありえないパターンだと思うんですけど、たぶんこれは P&G が平野さんの対象を踏まえて契約を変えたからこれができてるっていうことだと思います、ね。6月中の契約はどういう形だったのちょっとよく分かんないですけど、しかも今、まあ、スカイハイさんがそのダンクを始めて、まあ、それこそ LDH とか h イブとか違う事務所と一緒にコンサートをダンクでやり、 最後のね、曲の時には、そのライブ中にみんなで動画踊りながらだったら撮ってもいいよっていうので、違う事務所のアーティストがこう動画に収まってツイッターとかで拡散されるっていうことになってますでまあ要は K-POP 的になこの写真動画撮影 OK の事務所とかアーティストがまあシチュエーションによって増えてるって話なんですよね。そうなると、今はもう完全にそのジャニーズ残ったメンバーはテレビ中心に活動を続けていて、 まあ対象して TOB に入った2人は、まあ多分、ネット中心の活動にしばらくなると思うんですけど、当然ね、ここがこれからクロスしていくはずなんですよね。まあ、しなきゃおかしいですよね。こんな同時、YouTube 同時接続102万人ってまあ深夜番組クラスでして、日本の多分、アーティストの YouTube ライブだと歴代2位とかですよね。1位、手越さんだったかな。 2位が嵐が持ってた70何万とかだったと思うんで、それを今回大きく塗り替えた2位に、まあ、2B のこの YouTube ライブ入ってるので、数字持ってるっていうのは明確ですから、これテレビ局がいつ使うのかっていうのは結構ね、使わないと、これやっぱテレビ局またジャニーズ事務所忖度してるんじゃないのってテレビ局に批判の奥だけを向くんで、案外復帰早いと思いますけどね。テレビコマーシャルも結構早く決まるんじゃないかな。 そうなってくると、そのダンクみたいな取り組みに、まあ、ジャニーズが参加してくれるかどうかわかんないですけど、参加するようになれば、5人のメンバーがね、その、まあ、キンプリ復活があるかどうかわかんないですけど、同じ舞台に並ぶっていうことは、SMAP は、香取さんと中井さんの共演がされるまで6年かかってんですけど、これはね、やっぱりちょっとその、 テレビ局の忖度であるとか、この事務所のこの力が、ジャニーズが強すぎたとか、そのいろんな、我々一般人からするとびっくりするようなことが常識だった時代の名残なので、案外、キンブリのメンバーに関しては、そういう一緒に見られるタイミングが早く来るんじゃないかなって、ちょっと希望的観測も踏まえて感じたことをちょっと記事にまとめてみました。はい、ほ、えー、にもこんな話ありますよっていうのがご存知でしたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。 生まれてます。